皆さんこんにちは、アンニュです。おばたさんがですね、連日お仕事で忙しかったので、非常に疲れている様子でございます。なので今からおばたさんに優しい言葉をかけて元気を出してもらおうかと思います。では行ってみましょう。おー、信じられないところに座ってますね。おばたさん、疲れてますね。あ、蝶々だよ。そんな嫌な顔しないで。ねえ、トンボも飛んでますね。何しに来た？季節はすっかり秋。そうですね。正解。あの。おばさん今疲れてますよね。まあ、ちょっと最近妙に忙しかった。そうだよね、妙に忙しかったよね。お忙しかった。おばたさん、待って、完全に今撮られるモードじゃないよ、私は。今もお仕事中ですよね。ちょっとライブのセットリストとか考えてますから。私はおばたさんを元気にしたいなと思って。はい。ちょっと優しい言葉をかけますね。優しい言葉、いきます。わた、うもう、わたあめ。ちょっと優しい気持ちになってきました。イライラしてきた。ちょっとイライラしてきた。オーガニック。優しい、有機的なの。あとなんだろう。弱酸性。肌に優しい。優しいよね。あとは、あとなんだろうね、優しい。あの、そのアプローチで来るにしても、あの、もうちょっと用意してから来て。16,000円。13,000円。13,000円、優しくない。16,000円、全然優しくない。高額じゃん。子供たちも何をやってるんだろうって、こっちを見てる。なんかね、浮かびそうで浮かばないの。浮かべてから来るでしょ、そういうことする。柔軟剤、タンポポの綿毛、産毛。あとは胃腸薬。ちょっと胃に優しい。優しいね。優しいもの。あとはおもてなし。おもてなし。優しいね。おばたさんも言ってみて。なんで俺が参加型なの？俺に優しい言葉をかけるっていうやつでしょ。優しい言葉言ってみて。優しい言葉。ブランケット。いいじゃん。俺が浮かばないと自分で始めるじゃん。おばあちゃん。おばあちゃん、優しい人が多いね。おじいちゃん。おじいさんも優しい人が多い。豆腐。もういいんだよ。豆腐はもう柔らかいっていうか脆いってだけでしょ。メレンゲ。メレンゲ、はい。今優しいのか分かんない。とりあえずめちゃくちゃソフト。ソフト。ポチコン。ポチコン。え？ポチコン。ポチコン？言ってた。わたさん。ね、うん、僕がなんでこんな疲れてるかって、すごい仕事が多かったんですよ。だから本当ユーカリチャンネルの動画もしばらく全然撮れなくて上げられずに申し訳ないんですけど。優しい言葉をかけてあげようっていう気持ちはとてもありがたいんですけど、猫じゃらし、うん、求めてないんだよね。そのアプローチの優しい言葉。あ、やばい、蜂がいる。あ、怖い。何このロケ地。いや、そもそもこのロケ地が何？どこ、ここは？今日はあのね、いろいろね、うん、
コメント撮りとかしてたんですよ。そうだね。でワンマンライブの準備とかしてるんですけど、あえて言うけど、こうとりあえずもう今日帰ってる途中にここに座ってって言われたもんだから、僕は座ったけど、日だまり、うん、日だまりっていうかもう虫が多いんだよね今撮っての10月なのに、蚊がそれなりにいるんだよ。嘘、不思議なもん。じゃあもう行こうか。グダグダじゃん。これも優しさですね。これも何にも収まりが良くないわ。ということで、おばたさんに優しい言葉をかける YouTube でした。これでいいのか、これで終わるのか。この動画がいいと思ったそこのあなた、どこら辺がいいと思ったか知りたいよ。優しい言葉で優しくなれたあなた、チャンネル登録よろしくにゅ。登録解除しないでください。バイバイ。すいませんでした。おばさん元気出して。はい、なんかより疲れましたね。